はい、どうもこんにちは。だいぶね、動画の間隔は空きましたが、トカゲたちのですね、身体測定をやっていきたいと思います。まあ、早速ね、右手側に見えておりますけれども、ちょっとトカゲさんたちの、測定していきたいと思います。まずはですね、アメさんから、アメさんで合ってる、アメさんからですね、測っていきたいと思います。で、前回アメさん4ヶ月の時に、20g でした。今回ですね、飼育5ヶ月目となりますので測っていきたいと思います。で、これはゼロにして、はいはいはい、アメさん最近ちょっとね、元気ないね、ちょっと眩しい。増えてないな、むしろ減った。 19g ですね。前回飼育4ヶ月目の時に 20g で、今回5ヶ月目で 19g ですね。ちょっとメモしとこうかな。はい、19g。アメさんはですね、ちょっと減りましたね。なんかどうもですね、最近調子が悪いのかな、寒さのせいかわかりませんけど、餌はミルワームとコオロギをですね、両方置いてるんですけれども、もうこいつ自体がね、食べてるのがね、はっきりわからないんですよね、今。食べてるかどうかっていうのが。でも脱皮をしてるっていうことは成長してるっていうことですので、おそらく餌を食べているんですけれども、体重がなぜか増えていないっていうことですね。そんなに元気がないっていうわけではありませんけれども、ちょっと謎ですね。前回もあんまり増えていなかったんで、ちょっとやっぱり温度不足かな。冬になってきたんでね、寒くて食欲が落ちてるっていうのもあるとは思うんです。暖房つけていますけれども、まあ食欲落ちるっていうこともありますので、そういうことが原因かなとは思っております。で、餌はですね、もうコオロギとミルワームと、ビタミン剤とかっていうのを一緒にまぶしてやっております。まあ問題なく減ってはいるんで、食べているんですけれども、多分こいつがね、結構食ってるんだと思うんですよ。お前食べろよ、ちゃんと。はい。で、アメさんね、5ヶ月目で 19g でした。ちょっと減っておったのが残念なところです。はい。ちょっとごめんね。クリッカーさんと交代。で、次てクリッカーさんですけど、前回飼育14ヶ月の時に、46g でした。今回ね、ちょっと増えてないかな。こいつも増えてない気がする。はい。44g ですね。前回よりもですね、2g、減りました。14ヶ月目の時に 46g。で、今回15ヶ月で 44g。これもメモしとかないと忘れると。こいつも冬だからかな。まあ、餌は食ってるんですけれども、ちょっと、わからないですね、減ってるのは。まあ、どうせなら、まあ、同じ40代キープしてりゃ、まあ、いいかなという感じはしますけれども、この子はですね、まあ、食べておりますし、脱皮もしております、ちゃんと。今、綺麗ですね。はい。グー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 ってね、また言ってますけれども、まあ、こいつがね、これがね、アカメカブトトカゲの鳴き声っていうかね、発生期間のあるトカゲの、声って言いますか、そういうやつです。で、ですね、前回ダイオウサソリのですね、トコザイ交換の動画出した時に、アカメカブトトカゲのトコザイも変えるって言ったんですけれども、前回ですね、ノーマル粒の大きさ、ノーマルのやつ使っておいたんですけど、今度はですね、パウダータイプ、前回よりもキメの細かい、ソイルを使用しております。で、今回はですね、湿度をですね、かなり高めるようなことはせずにですね、もう、湿地帯は水入れの中だけっていう形にしております。で、ケージ内はですね、もう全体的に、乾いた感じですね、床材は。ちょっと移動しましょうか。ういっと。ういっと。はい、こういった感じで、下はですね、割と、もう本当にこんな粒の小さいやつで、サラサラしている状態となります。で、この上に水と、あの上に水と、ここに水入れっていう感じですね。
おお、温度20とか。まあパネルヒーターはですね、この下にあるんで、温度はちゃんとあります。触ってもですね、普通にあったかいっていう感じですね。で、餌のコオロギと、数は減ってるけど食べてるのかどうかな、まあ食べてるんでしょうけど、クイカはミルワームの方が結構受けがいいんでね。まあこういった感じでケージ内はですね、ソイルも変えて綺麗にしました。やっぱり半年っていうか、そこら辺使ってると、なんかやっぱり汚くはなってきますね。完璧に綺麗にっていうのは無理ですし、コオロギもですね、なんか卵を産んで、で、子供が帰って、その子供が、水で溺れて死んじゃって、それが腐っていって、虫が湧くっていうことがあったんで、ソイルはですね、今回からちょっと乾燥気味で、まあ、一部こういったところとか、湿地帯を、まあ、湿地帯というか、水溜めを作っておいてあげようかなと思います。で、あったかいのはもうこの辺りがですね、あったかいです。で、こいつのね、下にね、パネルヒーター持ってきたら、かなり蒸れるんですよ。これが湿ってるのに、下からガンガン熱を上げてやったら、こいつが蒸れてですね、かなりカビがかきやすくなります。てか、なりました。なので、こういうシェルターっていうのは自分はパネルヒーターの上にはできるだけ置いておりません。パネルヒーターの近くには置いてますけれども、その上には置かないようにしております。置いてしまったら、やっぱりその下からの熱気で、中がムレムレになって、カビとか発生しやすい環境になってしまうので置いておりません。で、ただでさえまあカビ、ね、今出ちゃってますけれども、よいしょ、そんな時にはね、まあこいつですね、こいつをですね、よくやってます。よくっていうか、それほどまでではないんですけれども、もう普通にもうシュッシュッと、まあ普段ここまでしませんけど、まあこういった感じでやってます。当然その時はですね、生態はのけております。のけてやってしばらく置いている感じですね。はい、いいかな。ここあったかいだろう、暖房の当たるところ置いとったから。クリッカーさん、はい、クリッカーさん、よく猫とね、爬虫類一緒に置いてる、写真ありますけれども、まあ慣れたら大丈夫ですね、ああいうのは。慣れりゃ大丈夫です。意外と一緒に置いといてもね、猫と爬虫類っていうのは問題ありません。で、赤目カブトトカゲのですね、まあ進展というか、まあ、あれは床材変えたっていうぐらいですかね。あと大した変化はですね、ありません。特にこれといって困ったこともないですし、なんか変なことを起こしたっていうのもありませんので、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。